ボボブラジルのリングネームで知られるヒューストン・ハリスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州ベントンハーバー出身のアフリカ系アメリカ人。20世紀を代表する黒人プロレスラーの一人。日本では黒い魔人と呼ばれて人気を博し、日本プロレスと全日本プロレスに通算15回来日した。リングネームのブラジルは 人種差別のないブラジルに行きたいという子供の頃の夢から、プロ野球選手を経て、1951年にプロレスラーとしてデビュー。2メートル近い強靭な肉体とココバット、またはアイアンヘッドバットと称された頭突きを必殺技にトップスターとなった。1957年8月に日本プロレスに初来日、ココバットで力道山を苦しめた。 アメリカでは NWA、WWWF、ホア、ホア、NWF など主要各団体を縦断し、絶対的なベビーフェイスとして各地で活躍した。特にザ・シークとは、東部マットで十数年にわたって繰り広げられた構想で知られる。1966年には、西海岸のロサンゼルスで、バディキラー・オースチンを破りホア世界ヘビー王座を獲得。 1968年に2度目の大冠を果たした。同年6月、コア王者として11年ぶり2度目の来日が実現。力道山亡き後の日本プロレスのエースとして、競合相手に防衛記録を積み重ねていたジャイアントババを破り、インターナショナルヘイビー級王座を獲得した。直後に行われた再戦で、ババの必殺技32分ロケット砲3連発に、 沈みタイトルを奪回されたが、その後も日本プロレスの常連となって、たびたび来日した。ババのインター王座のほか、ババとアントニオイノキが保持していたインターナショナルタック王座に挑戦、1969年には第11回ワールド大リーグ戦に参加した。1972年12月に、ババの返上で空位となっていたインター王座を、頭ツキ世界一決定戦と呼ばれた。 大木金太郎戦で勝利し、再び獲得した。しかし、また直後に行われた再戦で大木に敗れている。1973年2月に全日本プロレスに参戦し、異行動団体の常連となる。すでに50歳近くになっており、王子の強さは薄れつつあったが、それでもエース格として再三来日し、馬場の PWF ヘビー級王座にたびたび挑戦。 ジャンボツルダの試練の十番勝負の相手を務め、インタータッグにもパートナーを変えつつ挑戦。ジャック・ブリスコの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦したこともあったが、全日本マットでは一度も王座ダッシュを果たせなかった。1978年と1979年には、日本でアブドーラ・ラザ・ブッチャーとの黒人大型コンビが実現したが、衰えは隠せず、戦績も悪化し、 79年が最後の来日となった。この時は大木との石頭コンビも実現した。その後もアメリカではレジェンドとして全米各地のマットに上がり、1990年代初頭まで活躍した。後に WWF での功績が認められ1994年に WWF 殿堂入り。インダクターは黒人レスラーの後輩で、 かつてのパートナーであり、抗争相手でもあったアーニー・ラッドが務めた。1998年1月20日、脳梗塞により死去。73歳暴ーツ。2013年には NWA 伝道に迎えられた。黎明期のプロレス界において、ボボブラジルは代表的な黒人レスラーであり、その地位の向上に貢献した。アメリカでは、プロレス界のジャッキー・ロビンソンと評されることもある。 人種差別が色濃い時代に高貴な目線の中で日米のリングで圧倒的な強さを見せつけた。前世紀のボボブラジルは大柄な体型にもかかわらず動きにキレがあり、長身から繰り出される必殺技、ココバットは単純な技ながら破壊力は抜群で、大木金太郎との頭突き世界一決定戦では石頭で知られる大木でさえ何度もよろめいた。当初は ブーブーブラジル、ブー,ブーブーブラジルというリングネームだったが、プロモーターのミスで、ボボブラジル、ボボブラジルと印刷してしまい、それ以来ボボブラジルをリングネームにしてしまった。ボボリンクという鳥の名に由来するという説もある。なおブラジルポールトガル語で、ボーボとは、バカな、愚かなという意味があるので、彼をブラジル人だと誤解する人も少なくなく、そのように誤解される向きもあるが、 命名の由来からこれは正しくない。全日本プロレスに参戦していたレスラー万年期は、リング上で手渡された花束に、むしゃむしゃぶりつくパフォーマンスで異様な雰囲気を演出しようとしていた。理由には、諸説あり、ザ・デストロイヤーの自伝、マスクを脱いだデストロイヤーによれば、リング上でヒールとして振る舞う方法を、ボボブラジルから尋ねられた際、 黄色い花の花束を食いちぎるようにデストロイヤーがアドバイスしたためである。ブラジル本人によると、正当派としてデビューした弟を表に出すためわざと気候を取ったとのこと。ありがとうございます。